ユニット2、セクション1。1。どこ行くのちょっとそこまで。2。2> どこ行くのちょっと、コンビニにお弁当買いに。3。一緒にお昼食べないうん、いいね。何食べたい ?4。一緒にお昼食べないあ、ごめん。もう食べちゃった。5。ねえ。 一緒にお昼食べないあ、ちょっと待って食べる前に友達に電話したいんだ6ねえ、何か書くものあるえペンそれとも紙7あー、飲みすぎたちょっと酔っ払ったようーん、眠くなってきた8山田さん、おいくつですかえ 秘密です。聞かないで。九。この漢字の読み方を教えて。うーん、わかんないな。他の人に聞いて。十。はい。もしもし。危ないよ。運転しながらは。ユニット二、セクション一、一。どこ行くの？ちょっとそこまで。 2 2> どこ行くのちょっとコンビニにお弁当買いに。3一緒にお昼食べないうん、いいね。何食べたい4一緒にお昼食べないあ、ごめん、もう食べちゃった。5ねえ、一緒にお昼食べないあ、ちょっと待って、食べる前に友達に電話したいんだ。 ねえ、何か書くものあるえペンそれとも紙7ああ、飲みすぎた。ちょっと酔っ払ったようーん、眠くなってきた8山田さん、おいくつですかえ秘密です。聞かないで9この漢字の読み方を教えて わかんないなぁ。他の人に聞いて。10はい、もしもし。危ないよ、運転しながらは。セクション21昨日暑かったね。ほんと、暑くて暑くて寝られなかったよ。2, 2> 田中さんの彼女ってどの人ですかほら、 あそこで電話してる人。3。今夜飲みに行きませんかいいですね。行きましょう。4。ねえ、パンを食べるのをってパソコンでどう書くんですか ?WO ですよ。5。あれあんまり食べないね。うーん。今日はお腹の調子があまり良くないんです。6。 ああ、新しい言葉がたくさんある。ほんと、頭が変になりそう。7。ずいぶん涼しくなりましたね。そうですね。8。あれここ携帯使えないんだ。うん、地下だからね。9。日本に来てどれぐらいになりますか ?2 年半になります。10。 山田さんはどちらにお住まいですかこの近所に住んでいますすぐそこですセクション21昨日暑かったねほんと暑くて暑くて寝られなかったよ 2, 2田中さんの彼女ってどの人ですかほらあそこで電話してる人3今夜飲みに行きませんかいいですね 行きましょう4ねえパンを食べるのをってパソコンでどう書くんですか WO ですよ5あれあんまり食べないねうん今日はお腹の調子があまり良くないんです6あー新しい言葉がたくさんある本当、頭が変になりそう 随分涼しくなりましたね。そうですね。8あれここ携帯使えないんだ。うん。地下だからね。9日本に来てどれぐらいになりますか ?2 年半になります。10山田さんはどちらにお住まいですかこの近所に住んでいます。すぐそこです。 セクション3。1。日本語すごいね。上手になったね。いやー、だんだん難しくなってきました。2。日本語の辞書が欲しいんだ。へえ、先生に聞いてから買いに行ったら ?3。まだ寒いうん。このストーブついてますか ?4。この辺は春になると桜が綺麗でしょうね。ええー。 見事ですよ。5大阪に行ったら知らない日本語をたくさん聞きました。ああ、それは方言ですよ。場所によって言葉が違うんです。6わあ,あ、この携帯テレビが乱れるんだ。うん、そうなんだ。あんまり使わないけどね。7あまり飲みませんね。ええ、私お酒弱いんです。 ここは勉強するところですから寝る人は別の部屋へ行ってくださいわかりました9あれメガネどこ行ったかなうんメガネどっかで見たよ10あれもう食べないのうんさっき軽く食べちゃったんだセクション31 日本語すごいね。上手になったね。いやー、だんだん難しくなってきました。2。2> 日本語の辞書が欲しいんだ。へえ、先生に聞いてから買いに行ったら ?3。まだ寒いうん。このストーブついてますか ?4。この辺は春になると桜が綺麗でしょうね。ええ、見事ですよ。5。 大阪に行ったら知らない日本語をたくさん聞きました。ああ、それは方言ですよ。場所によって言葉が違うんです。6。わあ,あ、この携帯テレビが乱れるんだ。うん、そうなんだ。あんまり使わないけどね。7。あまり飲みませんね。ええ、私、お酒弱いんです。8。 ここは勉強するところですから、寝る人は別の部屋へ行ってくださいわかりました9あれ、メガネ、どこ行ったかなんメガネどっかで見たよ10あれ、もう食べないのうん、さっき軽く食べちゃったんだセクション4 1 いつも日曜日何をしているのうーん、テレビ見たり漫画読んだり、ゴロゴロしてるよ。2。2> ねえ、この CD なんでこんなに安いんだろううーん、なんでだろうね。偽物かもね。3。夏休みはどうするの一人で中国に行くつもりです。4。日本の生活はどうもう慣れたええ。A 生のものも食べられるようになりました。5あ、リサさん、久しぶり。今、何をしてるんですか新宿で英語を教えています。6学校までどうやって来るんですかうちから山手線で一本です。7ねえ、そろそろ行きませんかあ、ちょっと待って。その前にトイレトイレ。8 ねえ、もう宿題したうん,うん、土日にするつもりだけど9鈴木さんはどこに住んでいるの中野駅のそば、ピーターさんは10知らない人についていっちゃダメだよはーいセクション4、1いつも日曜日何をしているの テレビ見たり、漫画読んだり、ゴロゴロしてるよ。2。2> ねえ、この CD なんでこんなに安いんだろううーん、なんでだろうね。偽物かもね。3。3> 夏休みはどうするの一人で中国に行くつもりです。4。日本の生活はどうもう慣れたええ。生のものも食べられるようになりました。5。 あ、りささん、久しぶり。今何をしているんですか新宿で英語を教えています6学校までどうやって来るんですか家から山手線で一本です7ねえ、そろそろ行きませんかあ、ちょっと待って。その前にトイレ、トイレ8ねえ、もう宿題した 土日にするつもりだけど9鈴木さんはどこに住んでいるの中野駅のそばピーターさんは10知らない人について行っちゃダメだよ